アマネネガイ城は、沖縄県潤町天ネガイにあったクスクの城市。15世紀にアゲナ城を拠点に、中部一帯を支配したアギナ大戦アジ一世の三男、後天ネガイアジ一世などが貿易の拠点であった、グシカワ城と共に統治した。遺構そのものが、米海兵隊キャンプコートニーの基地内に囲まれており、保存状態は不明、未調査のままである。 アメリカ海兵隊の中東地で第三海兵衛星軍と第三海兵士団の司令部が置かれているキャンプコートニー内にある14世紀頃に築城されたと考えられる城石。標高35メートルの石灰岩球場に位置することから別名土スクとも呼ばれている。アゲナ城を拠点に当時沖縄本島中部一帯で一大勢力を誇った。 アギナ大戦アジ一世の子息によって、牛川城や紀安城などと共に、追記、改築されたとされ、アギナ大戦アジ一世の産卵で、貿易拠点であった、牛川城も共に統治していた皇天願いアジ、一世が上司を務めた。武人として誉まれたカイチングワン太郎氏は、皇天願いアジと恋人の愛の子として誕生し、幼少期にはコサマルによって養育された。 ウルマ市役所方面に75号線を進み点願い、交差点から右の県道224号線に入り、約200メートルの右側のキャンプコートニーのフェンスの向こう側にある。移行のふもとには、天岸キャッスルという米軍のレセプション複合施設が建築され利用されているが、移行の保存状態は不明。米軍基地内にあるという経緯から現在までに、 発掘調査などは同じく基地内にある天根願貝、貝塚と同様に未調査のままである。15世紀にアゲナ城を拠点に沖縄本島中部一帯で県政を誇った大阿ジの阿ギ那大仙阿ジ一世が産卵の後天根貝阿ジ一世を送り込み貿易の拠点であった串川城と共に統治した。仇討ち者の組踊りの傑作とされる 久サの若味によるとその子である皇天願い味二世の世に配下であった頭役のジャナダイヌ氏のムーフンにより、皇天願い味二世は、人と共に戦死、この天根願い弱味も妹のおつつると共に、現在の名護市久サにあった久サ城を拠点としていた、叔父の久サや味に助けを求め落ち延びていた、道中の夜に、ジャナダイヌ氏の命で二人を捕らえ処刑するよう、 命じられた進化の富森大主によって捕らえられ、東女番所に遊兵され、一夜を過ごした。二人を迎えに行くよう父より命を受けていた、久し弱味は、三里岩村に立ち寄った際に二人が、富森大主によって、捕虜として遊兵されていることを知り、配下の立川大主や部に引い出た、砂田の子らを引き連れ二人が遊兵されていた東女番所へ急行し乗り込むと、 富森大主を破り二人を救出するとともに、富森大主を生け取りとした。捕らえられた富森大主は、久し弱味に対し命ごいをしその見返りとして、久し方に味方ししくんであったジャナ大主を打ち滅ぼす、ことに協力すると申し出た。立川大主らをはじめ灰からはこの申し出が、信用できないとして反対したが一計を案じた、久し弱味は、ジャナ大主の進化でたびたび、 ジャナと衝突していた武勇に誉れ高い武将の川崎平やと共に、ジャナ大主を撃つ計画をしておりついては、富森大主には、ジャナ方の内通者となってほしいと述べ、富森大主はこれを了承し解放された。ジャナ大主の元に帰った富森大主は早速に、この計画をジャナに明かし、川崎平やが謀反を企んでいたと進言すると、ジャナ大主は激怒し自ら進化を従え、 川崎飛やを捕らえ拷問を加えた後、手打ちとした。そして、富森大主は、久さし弱味に、内通の分を使わし、ジャナの大主は、今日より二0日後に、久さしの城元を攻めることになっている。久さ方はそれに備え、立川の王子と、砂田の小はじめ、強者全員金だけに集結させ、ジャナ方が久さしの城元を目指し北上するところを、帰り打ちにするように、 と伝えた。久し弱味の目論み通り不正大主は内通の文に見せかけ久し方の軍勢を金だけへ向かわせ、その留守を狙い久し城にいる皇天願い味二世の小屋久し弱味を打つ三段であった。久し弱味は、ジャナ大主の策略の裏を書いて金だけに副兵がいるように見せかけ煙を焚かせ、これを見たジャナ大主は、久しの城求めがけて攻め入ったが、そこで、 久さし弱味の敗した伏兵による教習を受け、ジャナの軍勢は敗れた。ジャナ大主と富森大主は生け取りにされ、久さし浜へと引き出されると拷問の末に処刑され、天音願い弱味と、おつつるは、父の仇を打った。しかし、その剣願い弱味も若くして病死し若味に子が、いなかったことから、道場は、若味の祖父の甥一子、アギナ大仙味三世の三男である。 串川味によって継承され1526年頃に昇進王の言った中央集権下の一環として廃城となったとされる。ありがとうございます。